今月中旬、被爆体験者と支援者たちが長崎市役所を訪れました。自分たちを被爆者と認めてほしいと切実に訴える活動を10年以上前から続けています。我々の被爆体験者のことをですね、本当に思ってるならですね、早くですね、トップ解決をしてもらいたい。私たちの嫁はそんな長くはないです。私死んでも構いませんよ。この実態をね、解明すると、究明していただきたい。広島の黒い雨訴訟での原告勝訴を踏まえ、国は今年4月、被爆者認定指針を改定しました。しかし、救済の対象は広島で黒い雨を浴びた人のみで、長崎の被爆体験者は対象外に。国は過去の裁判の結果と整合性が取れていないなどと説明していますが、被爆体験者はもちろん納得していません。広島と長崎どんなに違うのか見直していただきたい。でも命がないんです。先がありません。被爆者と被爆体験者の間には医療費など受けられる援護に大きな差があります。広島が認めてもらった、ああこれで我々も救われるなという、まあ一応喜んだね。同じ原爆が落ちてね、日本の法治国家でありながらね、なんでこんな結論を出すのかなと、差別されないといけんのやろかと。被爆体験者の浜田武雄さん、82歳です。1945年8月9日、5歳の時に爆心地からおよそ8キロ離れた西曽根郡矢上村、現在の長崎市柿堂1丁目で原爆に遭いました。ここが鳥小屋やったんです。ここがそうだったんですか。うん、だからここにおって、向こうからほらあの飛行機が飛んできたのが、それで原爆が落ちた。とにかくドーンと落ちたでしょうが、で真っ暗くなってきて、ガラスがドーンと燃えて割れとってね、わあこれはひどいんだなっていう、子供心にそんな思ってね、何が起きたかは当時は分からないわけね。幸い一家は無事でした。しかし県外にいた40代の頃から浜田さんは原因不明の不眠症に悩まされるようになりました。現在も続くさまざまな症状が原爆の影響かもしれないと考えるようになったのは、60歳を超え長崎に戻ってきてからでした。ここが井戸があったところね、井戸水にね、灰が入っとるのに、その中に使って頭洗ったり顔洗ったりね、そういう生活ずっとしてきたんだなって。当時そういった井戸の水を使わない方がいいよとか、そんな話ありましたか。そんなの分からん聞いたことないし、まず原爆そのものが分からなかったんだからね。こんなの食べたらいけんとか、食もね、そういうのが知らんで、みんな食べて、そして生活してきて内部被爆をしてるわけね。だけど広島の雨どころじゃないよっていうのを言いたいね。井戸があったんだから。被爆体験者は被爆者だ。2007年浜田さんを含む被爆体験者395人は国、県、長崎市に対し被爆者と認めてほしいと裁判を起こしました。2017年に最高裁で敗訴が確定しましたが、翌年長崎地裁に再提訴、現在も争っています。頑張りましょう。この間多くの仲間がこの世を去りました。浜田さんの姉文子さんもその一人です。亡くなる4、5日前、やり取りした時の言葉が、裁判はどうなりよるとかと、もう自分は
明日か明後日かわからん命なとにさ、でもはーっと思ってね、一瞬ね、でとにかく今まだ解決はしてないけど頑張らんねと、今あの途中だからとね言うて、まあ励ましたつもりやったけども、もうそれから何も言わんでね。国と県、長崎市は救済に向けた協議を不定期に開いていますが、これまでに被爆体験者が求める具体的な成果は出ていません。我々はもう後がない、もう10年も15年もずっとやってきて引き延ばしとしか思えないね。最後にはもう死んでしまうの待ってるんじゃないかと、ね、精神誠意あの我々の話を受け入れてもらって、そして解決してもらいたいと。被爆体験者は切実に訴え続けます。